私が小悪魔。私ってそんな風に思われてたんだ。じゃあ気をつけて帰ってね。マフラーないと寒くなってきたね。こう寒いと寝るときも靴下履きたくなっちゃうよ。うんうん、それに寒いと人肌恋しくなってこない？そういうこともあるかもね。って言っても二人は相手がいるし、一緒に帰ってるときも手とか繋いでるじゃん。そうだけどそれだけじゃ足りないっていうか。だってよ、彼氏くん。時と場所は選んでください。でもさ、カップルだったら帰りに寄り道して一緒にあったかいもの食べたり、一緒にロングマフラーで温まりたいよね。俺はマフラーって苦手だからきついかな。マフラーってふとした拍子に首が締まりそうだし、一緒にするならお互いに首締めちゃいそう。それはそばから離れなかったらいいんじゃないかな。そうそう、密着するのが大事なんだから、そういう夢のないこと言うのはやめてよ。それにカップルマフラーって歩きながらやるもんじゃなくない？ベンチに座ってまったりしながらとか、そういうのがいいんじゃん。普通にくっついて座るのじゃダメなの？分かってないな。そんなんじゃ彼女できないよ。実は今日寒くなるって予報だったし、使うかもって思って持ってきてて。篠崎くん、今日帰る時が楽しみだね。苦手って言ってたけど、普段首寒い時どうしてるの？ネックウォーマーしてるよ。好
キーとかやってる人なら持ってるんじゃない？そうそう、一回使ったら便利すぎてそれ以来ずっと使ってるよ。だね、マフラーだと可愛いのあるし。亮太郎くんはネックウォーマー派なの？そこまでしなくていいよ。むしろそれで風邪ひいたらダメだからね。いやー、愛されてるね。まったく、好きあらばのろけかな。ほらほら、予定なっちゃったから授業の準備しよう。篠崎くん、放課後ちゃんとやってあげるんだよ。そんな強制してるわけじゃないし、ねえ、押さないでよ。ありがとう。今日は途中で交代だったけどね。屋上ならこの時期人いなそうだけど、寒いよね。一緒にマフラーするの大丈夫？無理してない？ほら、半ば強制させちゃったような感じやったから。確か持ってるやつは2メートル10センチだったかな。後で見せてあげるね。はい、これがそうだよ。これね、家でつけてみたんだけど、すっごいあったかいの。